はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。前回はなんかちょっと大ボス名前忘れたけど、倒したところで一旦帰還して、戻ってきたところになりますので、またゲートポートから先に進んでいきましょう。中継地点1、相変わらずここからか。で、こっちですね。だいたい1回は敵に遭遇するからな。もう左上赤いし。サクサクっと倒したいけど、一発で倒した。あとはこの硬いやつですね。結局4人がかりだな。こっから先だから第2中継地点みたいなのが欲しいっすね。そろそろここ行って、ヘルハウンドは集中攻撃。おら、ここが開いたからこっちっすね。お、炎マンが。こっちが行ってないな、まだ行き止まり。これはどうしよう、真ん中からだな。やっぱり回避率を上げられると厄介だから。厄介か、倒すのに必要なのは。お、ヘルハウンド手に入れた。あー、なんか始まりそう。どうする、このヒットポイントで大丈夫か始まんないし何にもいっぱい。かわかった、やばい。おお、死ぬ。もう普通の戦闘はゴリ押しっすからね。オート戦闘解除するのはちょっとめんどくさい。ほいっと、ゴッドガンダムも減ってきてんな。ちょっとマップは埋めていきたいんで、ちょっと。おお、ここから第4区画か。コロニーキューブ第4居住区。第4居住区か。かけらを探しつつ、ロト隊長の言っていた保管室を目指そう。あ、そうだ、保管室なんてあったね。ここは何もない。敵は変わらずか、今のところは。お、回復ポイントだ。あ、こいつが2体出てくる。これで倒せるかな。いて、引き取れた。死んだ。しまった。
回避率を上げられた。よーし、セーブアーマーだ、一緒。アイテムを発見。鎮静草。このショッカーみたいな戦闘員が増えてきましたね。経験値19しか入らない。どっちだどっちだ。とりあえずこっち行くか。でアイテム、ライフキーと装備が欲しいっすね。装備が、あー倒せないか。同化されたよ。うん、全く当たらん。誰も当たらない。どんだけ回避率上がるのこれ。ポーゼがそろそろ上がりそうっすね、レベル。ショッカー軍団。こいつら全く経験値持ってないからな。なんか広場に出るとイベントが始まりそうで怖いんですよね。ガツキッと。そろそろアイテムランは、あ、でも預けてきたから大丈夫か。あー、なんかガンタンクみたいなのが出てきてる。ガンガディン。あー、ランドスラッシュストライク使おう。死にそうだ。回復しとこう。とりあえずこの扉をくぐってみましょう。先に進むのかな。あ、違う、これショートカットだ。繋がった道が。よしよし、こっち。あ、なんかいる。待てー、進んじゃったよ。スタークジェガン。ん？スタークジェガンの体にはアイスラッガーが突き刺さっていた。これは親父の、いや、セブンのアイスラッガーだ。だが、なぜそれがスタークジェガンに？う、まだ息がある。しっかりしろ。息はないだろ、モビルスーツに。ウルトラ兄弟にやられた。スタークジェガンは広場の奥を指さすと、そのまま力尽き、動かなくなった。なんだって？あれは、親父。違う、お前は偽ウルトラセブン。偽ウルトラセブン SR って何？よくすぐ偽物だって分かったな。偽ウルトラマンもか。常連なの？ロボット超人が2体も
誰か操っている奴がいるはずだ。おい、ゼロ、あいつは。かかったな、ヒーローども。なんでカタカナなんだ、あいつは。お前は、ダークロプスゼロ、ベリアルの手の者か。貴様らの行動は計算済みだ。くっ。アイアロン様のご命令により貴様らを抹殺する。行け、偽ウルトラ兄弟。ディアシャー。おお、ビームライフルだった。ふっ、うー、ディアディアディア。めっちゃタコ殴りにされてるやん。なんてパワーだ。手も足も出ねえ。シュアヘアシュア。そうだよな、こいつは喋んないもんな。グハ、どうやらここまでか。てか味方なんで見てるだけなんだよ。最後まで諦めるな。なんか出てきた。ゼロの足元にゼロスラッガーが突き刺さった。俺のゼロスラッガー、誰だ。レオ、おお、ウルトラマンレオ。修行の日々を思い出せ、ゼロ。レオ、ふん、いやぐわ。おお、アイスラッガーが装着された。よし、ゼロスラッガー装着。やっぱ俺はこうでなくっちゃな。行くぜ、偽物野郎。途端に強くなったな。おのれ、レオが現れるとは計算外だった。ゼロ、ニセセブンは俺が引き受けた。おう、頼んだぜレオ。じゃあこっちはニセウルトラマンとダークロプスゼロだな。行くぜ。え、2体相手にするの。回復してないような気にするんだけど、まあそこそこか。ゴッドがちょっと減ってるな。まあいいや。ちょっと全体攻撃いきましょう。ゴッドスラッシュ台風。こいつは全体攻撃ないから、どっちが弱いんだ。まあ偽ウルトラマンの方が弱そうだから先にこいつを倒しましょう。よし、ゴー。早い、あ、早い、こっちか。ビッグフリーズ。でかい。ふん。え、こういう攻撃なの。こいつで決めるぜ。ライダー活躍ボルトバース。38か、平均弱えな。うわ、ひるんだ。しかもゴッドスラッシュ台風てぇ。どうしよう。1体をまずまとめて倒した方がいいかな。集中攻撃してバルカンがどれくらいか当たるか。バルカンコストパフォーマンスいいっすからね。ゼロナックルも3か。こいつはな、単体の方が良さそうな気もするな。おお、ミススペシウム光線、やばい。バルカン2回目だな。96かでも結構当たった。これでいこう。
前段ヒットすれば120当たるな。ただちょっと SP も減ってきたから2戦ウルトラマンはこのまま攻撃で倒すか、ちょっとディフェンスして、これね、パニック、おおおおお、ちょっとパニックってなんすか、アイテムを使ったけど、パニックを直すやつあるか、キュアパニーありますね。いいね、でも散ってくれるとだいぶダメージが抑えられるから、あともうちょっと、これで倒せるか、あのゼロスラッガーはいいっすね。あー、ミスった、マジかよ、痛い。よし、OK、 あとは集中攻撃、こいつの弱点なんだろうな、ちょっと1個ずつ使っていくか。やばい、あぶねー、これ総攻撃いけるな、ちょっと一個ずつ使おう、18か、ダメだ、よし、こうやって食えない、痛え、マジ痛え、今の、ウルトラマン、マジか、さあ、もうちょっとストライク使おう、おお、危ねえ危ねえ、何かピションってなった、あれが溜まったのか、ラッシュゲージが、でもウルトラマンが今な弱体化してるから、おー、パニック化した、マジかよ、もう直せねえよ直す魔法ないの、パニックになるとどれくらいの、うわ、わけも分からず攻撃した、危ねえ2とか言って全然減らねえし、いったウルトラマンが治ったけど、ちょっと死にそうだ、ちょっと今回は回復のターンにしよう、もうマジか、いって、マジか、ウィザード一転してめっちゃピンチだ、でもラッシュ使う、ラッシュ2人しかいないけど、1人混乱してるけどこれに全てをかける、ゴッドガンダム次第だ、もうマシンキャノンお前頼んだぞ、ほんとに、うわー、死んだあぶねえ、超あぶねえ、ギリギリ勝利、 AP80 ダークロプスゼロ、ボスキャラは必ずくれんのかな、ちょっとわかんないですけど、やったぜ、お前のせいでピンチになったけどなレオ、そっちはどうだ、デュア、しぶといやつだ、だがこれで終わりだ、いやー、あれはレオキック、なんとか光線じゃないのレオキックな、そっ
その時何者かの足音が近づいてきた。なんだ、巨大モンスターっぽいぞ。さすがだヒーロー殿。出たな、アイアロン。ベリアル軍の幹部か。だが、この俺が相手ならどうかな。うおー、ひでーくわ、こいつは危険だ。今の俺たちで勝ち目はない。一旦引こう。だが、どうやって。俺たちのエネルギーを合わせる。レオゼロダブルフラッシャーだ。できるな。わかった。おお、引いた。さあ今のうちだ。この場を脱出するぞ。いけるな。ああ、レオとゼロ、そしてヒーローたちはその場から撤退すると拠点へ向かった。この俺としたことが油断してしまった。まあいい、チャンスはまだある。チャンスはまたあるかし。何こいつ。その頃クライシス帝国では、ジャーク将軍か、こいつが一体いつになったらかけらを発見できるのだ。はっ。第1から第3居住区まで徹底的に捜索しましたが、それらしきものはございませんでした。これはつまり第4居住区にかけらがあるということになります。しかも我が配下の兵士チャップより第4居住区に怪しい部屋を発見したとの報告を受けております。これはもう必ずや発見できるかと。そうか、よくやった。カテゾーン、お前はボスガンが捜索に集中できるよう協力するのだ。協力？それはどんな？邪魔するものを徹底的に排除するのだ。はっ。ひょひょ、ジャーク将軍、私めにも何か役割を。もう一度チャンスを。ゲドリアン、あのような無様な失態を犯した者に何か期待できると思うか。処刑を免れただけでもありがたく思うのだな。ヒー。ふん、ゲドリアン、少し頭を冷やした方がいいぜ。それともう一つ興味深い情報があります。なんだ、モーセ。どうやら袖付きの連中はユニコーンという学生を狙っているようです。学生を？それはまたなぜ。そこは目下調査中でございます。その件も引き続き情報を追うのだ。はっ。うん、危ねえ危ねえ。もうパーティー壊滅状態だったかな、誰かのせいで。しかしよかった、無事で。さすがに力を失っているからな。危険な場面も多かったが、なんとか切り抜けられた。レオも一緒にこっちの世界に。ああ、レオは前のリジェストの戦いには参加していないが、今回は最初から調査チームの一員として俺たちと共にウルトラの星からこっちに来たんだ。だからレオはかけらのことも知っているし、今回の経緯も全部わかっている。あと言い忘れたけど、レオは俺の師匠だ。その割にはこいつタメ口だな。まあ実力じゃとっくに俺の方が上だけどな。そうなのかよ。おお、言ってくれるな。ゼロ、ニセセブンに倒されそうになってたのは誰かな。おっと、それは秘密にしといてくれよ。ははは、師匠か。どうしたゴッド、お前にも師匠が。ああ、世話になった師匠がいる。ガキの頃から神職を共にして修行に励んだ。マスターガンダム今どうなってんの。お、俺とよく似てるな。その師匠こっちには来てねえのか。さあ、わからん。あ、まだ生きてるんだね。デビルガンダムの手先なんだよ。ここか、拠点というのは。おお、メテオ、よく来たな。あ、君がメテオか。そう、俺のダチだ。俺はウルトラマン光だ。よろしく、司令官をやっている。俺は仮面ライダーメテオだ、よろしく。で、ボロスコープスの方はどうなった。ダメだ、あれ以上手がかりが見つからない。そうか、まあゆっくりしていってくれ。ところで、かけらの話なんだが、第4居住区のもう少し奥の方で強烈な闇の力を感じた。あれはもしかするとかけらかもしれない。その可能性は高いな。
俺たちも第4居住区でエネルギー異常値が観測されたとの情報を得ている。それともう一つ、強烈な光の力も感じたのだ。しかもあの感覚はウルトラの星で感じるものと同じだ。じゃあひょっとしたらロト隊長の言っていた異世界の武器ってウルトラ戦士の武器なんじゃないか。何の話だ。第4居住区には連邦軍が発見した異世界の武器が保管されている部屋があるんだ。ウルトラ戦士が使うものなら連邦軍にとっちゃ強力すぎて持て余すだろうな。かといって放置するわけにもいかねえから保管室で管理してるってとこだな。もしかするとそこにスイッチもあるかもしれないな。だとすればボロスコープスがそこを標的にする可能性がある。一緒に行くか。いや、俺は俺でいろいろ調べたい。単独で行動する。お前らしいな。気をつけろよ。よし、ではみんな改めて捜索へ向かう準備をしてくれ。レオもすぐに参加できるか。ああ、もちろん。お、ウルトラマンレオが仲間になった。ウルトラマンな、攻撃力は高いんだけどウルトラピコンピコンシステムがあるからな。お、新しいディメンションゲート、Dゲートが出現したぞ。コロニーキューブともマウンテンキューブとも違う、全く別のキューブにつながっているらしい。ゲートポートへ行って確認してきてくれ。メニューのランダムキューブから行くことができる。頼んだぞ。お、なんすかね。ちょっとじゃあウルトラマンレオを見てみましょう。これだと見えないのか、仲間しか。パーティー編成。ガンダム系がまだゴッドガンダムしかいないですね。ウルトラマンレオ。どうやってみる？キャラ詳細これか。攻撃力105。どんな感じなの？ゴッドガンダムはいくつ？お、90か。レオがじゃなくてゼロが攻撃力いくつなの？お、96。ってことはレオの方が物理攻撃力は高い。マジか、いいな。どうしよう。まあ仮面ライダー、ガンダム、ウルトラマン各1種類ずつは入れたいですからね。まあ偏らせるのはちょっとやめましょう。ガンダムだけとかそういうのはちょっとやらないでいこうと思います。なのでウルトラ2体にしましょう。ウィザードはちょっと必要なんで入れときます、なんとなく。初めから出てたキャラなんで。戦闘を、ゴッドガンダムにして、ゼロ、レオ、ウィザード、じゃあこれでいこうと思います。でチップを手に入れたのでチップ報告と、なんか新しいいいやつ、ヒーロースピリッツ、なんか良さそう。で待機行動を指示しましょう。仮面ライダーフォーゼ、マテリアル獲得か。素材とか今どうなんだろうな。まあとりあえずじゃあ今回はフォーゼは素材にしましょう。スキルか、 AP だもんな。なんか物をゲットしていきましょう。じゃあマテリアル収集と。 OK、 じゃあこれで、あとはブリーフィングはさっきのだから、アイテムラボは同じ、ゲートポート、ランダムキューブが解放されました。何ランダムキューブって。レベル上げできるとこ。チュートリアル、ランダムキューブチュートリアルを始めます。ランダムキューブは DP を使用して出現する敵の強さや傾向、出現率を変化させたり、湾内や迷路の複雑さ、宝箱の出現頻度も変化させることができます。DP はすれ違い通信やゲームコインを消費するなどで入手できます。ほうほうほう。またランダムキューブ内では入手経験値が少なくなる代わりに AP が多めに手に入ります。おお、いいねいいね。他にもここでしか現れない敵から入手したチップで新しいフォースが手に入ったり、ランダムキューブでしか手に入らないアイテムもいくつか存在します。ランダムキューブをうまく使って攻略に役立ててください。ランダムキューブチュートリアルは以上です。ああ、レベル上げですね。アイテムは入手できませんでした。なるほど、すれ違いもできるってことですね。 DP0 すれ違い人数0。なるほど、ちょっと誰かとすれ違いたいですね。じゃあ、じゃあとりあえずいろいろ出たところで、今回は一旦ここで切りたいと思いますので、次回ですね、保管庫を目指して、進めていきたいと思います。では今回はこれで終了します。